皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日は一度帰宅して、またこれからすぐに出かけます。で、トーク動画とモシキング動画撮ったら出かけます。本当はね、帰宅して、ちょっとゆっくりして、一つ予定があったんだけど、その予定が後回しになったから、まあいいやと思って。まさか一件増えると思わなかったからな。まあ、それは別にいいんだけど、増えることはもう、いつものことというか、毎度お馴染みというかね、そんなことだろうと。というかね、土曜日とか日曜日は割と予定が増えることの方が多い気がする。うん。まあその日によるけどね、全然楽な日もあれば、めんどくさい時もあれば。でも最近なんか、だいぶプライベートな時間とか遊ぶ時間とかも増えてきたから、良かったのかなと思うんだけど、まあ今後もね、無理せず、楽しく頑張れたらいいなと思います。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。